ここが戦場、グロンダーズ平原か。どうだ先生。先生の力は近くで見てきた俺たちが一番よく知っているし信じている。だから先生も俺たちのことを信じてくれないか。大丈夫、きっと勝てるさ。俺たちも無意にこの半年を過ごしてきたわけじゃない。それに俺も今節は調子がいいからな。何千人だろうと俺だけで蹴散らせそうだ。ああ、頼りにしていてくれ。さて、そろそろ海戦の刻限か。みんな気を引き締めていこう。ふん、歯応えのあるものと剣を交えられるのならば。いろいろ準備したし、たくさん訓練もしたし、明智はいつもお気楽なんだから。今までの訓練の成果を見せるいい機会ですよね。呪術戦で活躍すれば女の子たちの視線と人気を集めること間違いなしだな。そればっかり。ま、あなたがきちんと活躍してくれるなら私も文句はないけど。私も力を尽くして戦いますわ。どのような戦いであろうと。先生、お前の指揮頼りにしているからな。いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。さて、そろそろ布陣開始の刻限よ。みんな心の準備はいいわね。恨むなよ。手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ。勝ちゃいいんだろ。勝つのは私たちよ。何が起ころうともね。始めよう。進軍せよ。手応えを感じる。出るぞ。私に任せてください。そうさ、いけますよ。焦らず戦おう。はい、出ます。Gah!
ドラーとルーベが戦い始めたみたいだな。その隙にこっそり侵入しておくか。ははん、分かってきました。誰が突出しろって言ったよ。仕方ない、中央の丘を確保するぞ。
誰に。さよ、注意して動かないと。切り込むか。はい、出ます。
私に任せてください。ええ、行けるわ。それ。助けるよ。出るぞ。一旦下がるべきかと。少しは成長できましたか。注意して動かないと。焦らず戦おう。そうさ、いけますよ。来たようだ。切り込むか。一旦下がるべきかと。ええ、いけるわ。ありがとうございます。出るぞ。はい、出ます。私に任せてください。そうさ、いけますよ。焦らず戦おう。
天帝の剣がどれほどのものか、この機会にじっくり見せてもらおうか。あ、そういうわけなんで、外周一色は勘弁してくれよ。油断はするな。これはどうです？完璧でしょ？ほっとけないな。見え見えだ。油断はするなよ。ほっとけませんね。よっと。私に任せてください。貴族は強くあらねば。悪いな、俺はここまでだ。仕上げは学級のみんなに託したぞ。ええ、いけるわ。切り込むか。出るぞ。一旦下がるべきかと。注意して動かないと。うん、行けます。とすみません。いけるが。
くなれた気がしますな。いけますよ。いい働きね。どうする？礼を言う。焦らず戦おう。ごめんなさい、引くわ。あなたたちなら勝てるはず。最後まで諦めないで。
もっと経験を積まないと。ちょっとフラフラしてきた。援護します。えい、物足りんな。油断はするなよ。はい、助かる。それ悪く出るぞ。そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者はルーベン・クラッセとする。よし、俺たちの勝利だ。この戦果ならば賞品も得られそうだな。なかなかやるじゃないか王子様。つくづく敵に回したくないもんだ。あなたたちのことだから、どうせ真正面から来るものだろうと思っていたけれど、評価を改めなければならないわね。それはこちらのセリフだ。どちらの学級も素晴らしい戦いぶりだった。そうだろう先生。勝者の余裕ね。もし次があればそんな顔はさせないわ。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだよ。私は構わないわ。いつでも受けて立つなんて冗談よ。笑えない冗談はよせ。わしと獅子の戦いはもう過去の話だ。ともすればこの模擬戦の名もいずれは全く別のものに変わるかもしれないな。憎いことを言うじゃないか。
それじゃあ俺からも提案だ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。あ、まあ食堂でだが。あなたは本当にそういうことが好きね。まあいいわ。ああ、俺も依存はない。先生もそれでいいか。いや、あのな、先生、なんだ、随分と楽しそうな顔だな。俺は先生のそういう顔が好きだよ。先生のそんな表情が見られたのも今日の収穫の一つだな。今日は本当に楽しかったな、先生。相変わらず見事な食べっぷりだった。改めて礼を言わせてくれ。呪術戦で勝利を収められたのは先生のおかげだ。あ、そうだな。だが俺たちが強くなれたのは先生の指導あってこそだ。今だから言う。先生が学級に来た頃、俺は先生が少しばかり笑ったり怒ったりしないし、かといって感情を抑えているようにも見えなかった。最初は俺たち生徒に関心がないだけかと思ったんだが、それも違うようだったし、何を考えているのかわからなくて、あまり人間らしさを感じなかったというか。今は違う。一緒に過ごした半年の間、先生の人間らしい顔をたくさん見てきた。この学級で先生と一緒に過ごせて本当。なーに、二人して仲良く喋ってるんです。俺たちも混ぜてくださいよ。シルバン、そこまでだ。あらあら、私も混ざりたいわ。先生とはまだお話ししたりないもの。私も先生には話したいこともあるし、いろいろ俺も言いたいし。あの先生、僕も先生がいたからこそここまで頑張ってこられました。アッシュの言う通り、先生はもう私たちにとって欠かせない存在です。うんうん、先生がいないルーベンクラッセはもうルーベンクラッセじゃないって感じだよね。お前と共に戦うのもなかなか悪くないと思う。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ、先生。そういうわけでみんな先生のことを信頼してるんだ。これからもよろしく頼む。ああ、卒業まであと半年。さて、今日はもう遅い。早く部屋に戻ってそれぞれ休むとしよう。呪術師戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。胎児の節での学級対抗戦と比較しても生徒たちはよく成長している。これも君の指導の賜物だろう。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待して、今後も生徒たちをよく協働し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使うておるのじゃ。この程度余裕で勝ってもらわねば困る。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは、翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらう。ルミール村、確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。まだ詳細な状況は判明していないが、情報の真偽を確認するためすでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが、皆に主のご加護のあらんことを。